丈夫ですか、はい、あとさ、うん、ラストワンテーマぐらい言ってきます。やっちゃうよ、じゃあ、言っちゃおうか、はい、せっかくこんな呼んでもらったんで、なんか、いやいや、もう全然。一番喋りたかったやつとかありますか。逆に、レオさん、この中でちょっと、もうでも結構喋ってきちゃったけど、これ、はい、おもろいやんっていうのなかった。あ、でも僕はあれですけどね、こう普通に今ちょっと硬い話してたじゃないですか、久保の話と、はいはい、ギャルバルサの関係。最後にあのこう2人のただアイディアで笑いながら話せそうなのはコンバートしたら面白そうな。ああ、なるほどね。もう完全にもう妄想のあれね。はい、妄想のあれで、うん、結構僕こういうの企画とかで、てか生配信ではやったりするんですけど、うん、動画であんまりコンバートした、この選手コンバート特集とかでやっても別に盛り上がらないというか、まあ実際にやられたときに実現したら面白いですけど、結局、まあ、妄想のまま悪いパターンがあるんで、むしろ逆にこういう企画だったら2人でやる分には楽しいかなと。確かに。じゃあちょっと、そうね、この、まあ、僕とレオさんなんで、はい、流れ的に、あの、前ちょっとも話したんだけど、カゼミロが、はいはい、インサイドハーフになったらっていうのが、はい、まあ今、レオさんがどう思ってるかしわかんないんですけど。はい、いや、では、あれ森田さんと一緒の時でしたっけ、あのそうですそうです、セルヒオ・ラモスがリベロ行けるって話、前。そう、それがでもちょっとしか触れられなかったから。え、でももう、あれリベロだったじゃないですか、ロックダウン明け。そう、だから、でもその話をしよう。で、この話をするときに、もうちょっと、先にちょっと僕、ごめんね、はい。で、その話をしたんですよ、多分、うんぽこかなんかで。はい、まあ、まずは、だから、カゼミロがインサイドハーフでって話してて。はい、で僕はなんかその時どっちかというとフェデリコ・バルベルデのインサイドハーフともアンカーいけるって話をどちらかとして僕はしていて、でね、あの時ね、まあ、今なんかもうちょっと謝りたいぐらいなんだけど、レオさんに、はい、あの時僕アンカーやっててこうインサイドハーフになった選手をちょっと誰か挙げたかったんですよ、はい、風見ろの話が出た時に、はい、で出てこなかったの、マットカーの時、はい、あの瞬間、はい、でフェデリコ・バルベルデの話をしたんだけど、はい、で帰ってからなんか、まあ、カンテでもジョルジーニでももう別に普通にいるじゃん、誰でもいいじゃんって思って、はい、めっちゃ後悔したっていうのをどっかでしたかったから今しましたすいません、どうでもいいですねいや別にそこに引っかかり僕なんもなかったっ、誰も引っかかってなかった、はい、僕だけが多分引っかかってるんで、いやなんかこういう感じ、ああいう話なかなか乗ってくれる人いないんで僕は楽しかった。そうなんですか、面白いじゃないですか。なんか何なんでしょうね、嫌われてんのかな俺が。いや、わかんない。なんかあんまり、それって僕は何でも言えないですよ。スイングしないんですよね、あんまり。なんか俺がなんかただ言ってるだけっていうか、菅原さんとか引いちゃうんですよ、俺がなんかこう、こうでこうでこうでって言ってると、はい、みたいな。菅原さんはピッチ上のことはね、あれだってのはありますから。はい、そう、ごめんなさい。で、そう、あの時話したら、まあ、まず風見ろがインサイドハーフに行って話は、まあ結構あの時知って、はい、確かに、セルヒオ・ラモスがリベロにっていう話を、はい、あの時もちょっと した。しで、まあ、中段明けの試合では、そうだな、てか、僕それで言うと、どっちかっていうと、こうメンディーの偽サイドバック化の方が気になってた、はいこうはいはい、クロスロールからのメンディー、偽サイドバック化の、はいはい、からの、ラモス、リベロに陣取ってるみたいな、うんはいはい、このメカニズムなんだよみたいな、はい、あれもなもんだ、アドリブだと思うんだけど。あのメンディーってロックダウン前のうん、クラシコであの形でアシストしてるじゃないですか。うんうんうん、走ってたやつか。うん、はい。ビニシウスか誰かがパスしたやつだ。そうそうそうです。うん。なんで、普通に、まあ、メンディーはあれなんだろうなみたいな感じで、僕は意外性なかったんですけど、ね。なるほど、なるほど。うんうんうん。どっちかっていうと、ラモスがセットプレーだけじゃなく、奪った流れから前線出ていくことが多くなったなっていうのが。なるほどね、セルヒオ・ラモスの。あの時でも、ね、あの時点で結構ああいう絵を描いていたんですか、レオさんは。こうラモスが、まあ、基本的にはリベロっていうか、センターバックに行って、はい、ただ攻撃の時はこう、どんな感じかみたいな。僕、普通にあれですもん、いつも言う、もう T シャツにしたいぐらいの、ベンゼマが開けたスペース使う人いなすぎだろっていう、絶対気づいてるじゃんっていう、普通、プロがあの時期のマドリーを、ね、が落としてる試合見て、試合を後から見返して、うわー、前線で入ってく選手いねーとか、クロス上がるとき中に人いねーっていうのを気づかないわけがないんで、うん、ってなってくると、もう誰が上がってくんだって言ったら、誰かがバランス取ってくれてる時の風見ろとか、まあ、普通に考えたらウイングが斜め入ってきゃいいんですけど、そういうタイプの人も使わなかったんで、うん、だから、じゃあもうそうなると、ミリタン取ってるし、セルヒオ・ラモスアンカーにしたら、守備も安定して、で、カゼミロが一列上がれてっていうところで、で、クロースはゲームメイクに専念できるし、みたいな。で、バルベルデは右ウィングできるし、みたいな感じだったんですけど、逆にロックダウンを開けたら、気づいたら、ベンゼマ開けたところにビニシウスも入ってくるし、クロースも入ってくるし、カゼミロも入るし、
あのラモスも入るし、なんか急に全員入るようになったらみたいな。もうこの形ならラモスなくてもいいけどっていうふうに僕は思ったんで。ラモスはリベロ感とはちょっとまた違う現象が起きた。してはくれたんですけど、本当にしてほしい時では別になっていう。他のやつももう入ってきてんだよなって。はい、今はとどまってていいぞっていう。だって思ったんですけど、まあまあ、でもそれでもまあ、結局、まあ、ベンゼマってストライカーっていうのをやらせるだけの選手じゃないじゃないですか。うん、そうだね。オールマイティーな選手じゃないですか。うん、もったいない。うん、はい。っていうになったときに、まあ、あの少年ジャンプ的にロナウドがいなくなったときに誰か一人の人じゃなくてロナウドの分を全員でやろうみたいな感じで全員で入っていったので、なんかこんな美しい最後の終わり方なんのみたいな、ロナウドの代わりはみんなだったみたいな。それはでもだからさ、あれも結局ラモスとかも上がってってあそこで、ね、うん、あのボールをロスとしてショートカウンターがあってあそこを疲れて失点して負けたらもうまた別問題な、はい、わけで、その現象が起きなかったのがすごいよね、11試合。いやだから、まあ、そこはあれですよね、あの、まあ、現に、まあ、僕も森田さんも多分見てて、いや、上がるなよっては全く思わないじゃないですか。うんうん、多分あれ、状況的にあそこで奪って、その流れで上がる、スムーズさがあって、ちゃんと後ろに残ってる選手もいるっていうのがあるからなんですけど、それをロックダウン明けにみんなが急にやりだしたっていうのは、クロースまで入ってってっていうのは、多分本当に、その前から、あのジダンが言って、ってるんならその前から治ってるはずなんですよ絶対、うん、であとジダンはもう本当になんかジダンを高く見積もりすぎなのかもしれないですけど、あえて言わないというかスター選手たちにそんな言ってもちょっとモチベーション下がるだけとか、そういういろんな事情があってそこに着手しなかったのかなとか思ってて、でそれがまあロックダウン中に選手たちがそれぞれ絶対11連勝しなきゃとかなってるのは見るじゃないですか試合とかを、うん、っていう中で、まあ、変わるべきとこ見つけたのか、もしくはそういう時にジダンがここのタイミングだと思って着手したか分かんないですけど、露骨に変わったんで、その前線の動きが、ね、ああいう風になるとこう、そのことを聞いてほしいですけどね、一番メディアに、なんであんなに急に前線に飛び出すようになったのかっていう。確かに、なんかその、そういうところで言うと、なんか攻撃の、まあ、流動性とか、はい、なんか今回の話に結構つながるけど、なんていうの、アドリブでさやってると、はい、アドリブでやってるからこそ規則性生まれたりするじゃない、はいはいはい、相手がこう言ったからこうする、そうそうそう、なんか別に打ち合わせしないんだけどこうやってセッションしていった結果、あ、まあ、ここが空いてるからこういう、じゃあここは自分が鳴らそうとか、ここはじゃあここに私がカバーしますみたいな、こういう現象がこのマドリーの終盤で多分起きていて、でもあれを個々の能力でカバーしているんだとすると再現性がない、うん、からもしだからチャンピオンでマンチェスターシティ戦であれが出るのか出ないのかっていうと、うん、みんな忘れてて出ない可能性もあって、あそれ考えるとちょっとまあ面白い、まあ、モルハの剣だなとも思うし、今シティめっちゃ嫌だと思いますけどね、まあ、今のマドリーが、いやそうだと思う、だからあの時に当たってたら普通にセカンドレグでシティがそのままって思ったけど、うん、今のマドリーとやるのは相当嫌だと思う、それこそでホームだけどホームのリがないじゃないですか、今回はね、この状況で。その状況で、まあ、シティが 2-0 でマドリーに負けるってあるかなっていうには思うんですけど、ただあの、ペップがめちゃくちゃボールを放棄するサッカーやったんですよ、マドリーに対して。あれって、低い位置から組み立てるマドリーは、こう前線に飛び出してくる選手がいないから、ブロック作れば勝てるってことだと。だから怖いのはショートカウンターっていう。ショートカウンターをなくすにはロングボールだと思うんで。飛ばすっていうね、エデルソンから。うん、それが通じなくなってるんですよね、今のマドリーって。ちゃんと飛び出してくるからね。どんどん来るからね。うん、なんで、すごい、なんか楽しいところですよね。その後ろから組み立てる、多分、レオさん、その前線で飛び出してくるっていうところが、はい、あのすごい。まあ、正直衝撃だったっていうのがあると思うんだけど、なんか僕はあのクロースが、チームなら普通なんですけどね、え、まあまあね、チームなら普通なんですよ、まあまあ、まあ、マドリーねってことで、ジダンのマドリーねって、いや 僕飛び出してくるので衝撃受けたらどんだけサッカー見てないって話なんマドリーだから、ね、俺は今のはでも話分かると思うよ、ちょっと怖くなったんですよそんな前提の飛び出し見て衝撃受けてってそんなサッカー指導だと思ってる、いや一応 どこで動画がこう見られたからわかんないで、すいません。練習はだな、ね。ごめんなさい、ちょっと森田さんを信用してないみたいになっちゃう。いやいや、全然、もう、それはもうストレートに言ってくれないと、はい、わかりませんから。はい。